th ライナーは二千二十年六月六日から東武鉄道及び東京地下鉄が東武伊勢崎線、東京メトロ日比谷線において運転している座席指定制列車愛称及び列車種別である。二千十九年三月二十六日、東武鉄道が伊勢崎線と東京メトロ日比谷線で相互直通運転する列車に有料着席サービスを導入することを発表し、 同年12月19日には列車名を TH ライナーとすること、運行開始日、運行区間、運行本数、停車駅を発表した。東京メトロ日比谷線に直通する列車として初の定期有料列車であり、東京メトロ日比谷線内で通過運転を行う定期列車としては初の列車である。また、 東京メトロの座席指定制定期列車としては、2008年運行開始の千代田線、特急ロマンスカー、2016年運行開始の有楽町線、福都新線、S トレーンに次ぐものである。一方、東武鉄道の座席指定制列車としては、特急及び急行を除けば、東上線で2008年から運行を開始している TJ ライナーに次ぐものであり、地下鉄乗り入れを行う。 有料列車は同社において初である。また、伊勢崎線の東武動物公園駅区域間に、日比谷線直通列車が乗り入れるのも、定期列車としては、初となる。列車愛称の TH は、東武線と部と日比谷線日比谷を結ぶライナー、東京東京とホームホームをダイレクトに結ぶ、通勤ライナーを由来としている。ロゴマークでは、790型電車の塗装に、 用いられている赤色、黒色に、日比谷線のラインカラーである灰色を融合した文字の中心を白線で貫くことで、二路線を乗り換えなしで利用できる利便性を表している。平日と休日ともに長時間帯に、茎初エビス行きが2本、夕方引く夜時間帯に、霞が関初茎行きが5本運行される。土休日は運行時間が日中寄りとなる。なお、 駅駅到着後は、中目黒駅の引上線まで改装される。北千住駅では、客扱いはしないが、乗務員交代のため停車する。福々線区間の北越谷駅北千住駅間では、北越谷駅西新井駅間は急行線、梅島駅北千住駅間は観光線の線路を使用する。この運転のために、西新井駅梅島駅間で急行線と、観光線上の、 片渡り線を新設した。座席指定券券売機座席指定料金は下記に示した東武線、東京メトロ線それぞれの料金を合算している。東武線内のみ、東京メトロ線内のみの座席指定券の発売は行わない。なお、霞ヶ関恵比寿間は乗車券のみで乗車できる。これにより、事前購入の場合の販売額は以下の通りとなる。なお、事前に、 座席指定券を購入せず、車内で購入した場合、大人、小児ともに200円を加算して販売する。この場合、車内で座席の指定は行わない。また、車内乗務員は、東部、東京メトロの両社から委託された警備会社の警備員が乗務する。ロングクロスシート転換座席搭載車両の790万型電車を使用する。ありがとうございます。